こんにちは、エヴァト・たけしです。今回は自分の価値の高め方というテーマでお話ししていきたいと思います。幸せとは付加価値です。付加価値とは新たに加えられた価値のことです。例えば、生物としての人類の最優先事項は毎日生き延びること、 次の世代に命をつなげることです。絶滅しないことが人間としての価値なのだから、私たちは毎日生きているだけで価値のある人間ということになります。幸せな人生を送りたいと思うのは、ただでさえ価値がある人生に新たな価値を足していきたいということです。付加価値というのは自分で決めることができます。これが私にとって価値のあることだ。 と決めれば、それが付加価値になります。アイドルの応援をするのが私にとって価値のあることだ。漫画やアニメの関連商品を集めるのが私にとって価値のあることだ。と決めれば、それをすることが自分にとって価値のあることになります。アイドルの応援をする、漫画やアニメの関連商品を集めるといった 自分にとって価値のある体験を積み重ねていくことで、私は幸せな人生を送っていると感じられるようになります。何に幸せを感じるかは自分で決めることができます。これをするのが私にとって意味のあることなんですと思えばいいだけです。これをすることに幸せを感じてもいいでしょうかと偉い人にお伺いを立てる必要はないし、 これをすることに価値を感じる自分を許してくださいと親に許可を求める必要はないし、これをすることに意味があると思ってもいいよねと友達に尋ねる必要はありません。自分にとって意味があることは他人に理解される必要はありません。こんなことをしていたらみんなから馬鹿にされるかもしれない。こんなことを好きと言ったらみんなからおかしいと思われるかもしれない。 だからやめておこう。みんなと同じことを好きになろう。と考える必要はありません。付加価値を生み出せば生み出すほど自分の価値を高めることができます。私にはこんな特性がある。それが私のいいところだ。私にはみんなと違う部分がある。そこが私の魅力だ。と新たな価値を作り出すほど自分に価値を感じられるようになります。 そのままの自分を肯定すればするほど自分の価値を高めることができるということです。例えば、私はあの人より頭が大きい自分に価値を感じます。なぜなら、頭が大きい方がそれだけ脳も大きくて頭がいいということになるからです。私は自分の頭の大きさが好きですと思うことができます。私は簡単に折れちゃいそうな 細い足に価値を感じません。私は足が細いことより、しっかりと自分の体を支えられる丈夫な足に価値を感じます。なぜなら、それが足の役割だからです、と考えることができます。人間は顔の面積に占める目の割合が大きい人を見ると、子供だから守らなければいけない、と反応するようにできています。 目を大きくして持てるというのは子供扱いしてくる人をたくさん引き寄せるということになります。私は成熟した大人として扱われたいので目を大きく見せることに価値を感じません。私は自分の目の大きさがちょうどいいと思っていますと肯定することができます。自分が価値を感じていることが みんなに理解してもらえたら嬉しいなと思うのは自然なことです。しかし、私と同じことに価値を感じてくださいと不況活動することに忙しくなり、好きなことをする時間がなくなってしまったら本末転倒です。もっと私を認めてくださいと必死になりすぎて、自分で自分を認めることを忘れないように気をつけてほしいと思います。分かってくれる人がいたらラッキーだ。 ぐらいに思って自分にとって価値のあることをやり続けましょう。他人に何と言われようと自分だけは自分を肯定し続けて自分の価値を高めていってほしいと思います。私は好きなことをやらせてくれる自分に価値を感じます。私は自分を幸せにしてくれる自分に価値を感じます。 私は他人にどう思われようと自分にとって価値のあることをやり続けます私は何に幸せを感じるかは自分で決めることができます私は好きな生き方をすることに他人の許可を求める必要はないということを知っています私は自分の好きな生き方が 他人に理解される必要はないということを知っています私はみんなと同じことを好きになる必要はないということを知っています私はみんなと違う自分に魅力があるということを知っています私はみんなと違う自分を肯定することで自分の価値を高めていきます 私は他人に何と言われようと自分が幸せを感じられることをやり続けます。